ちは。こんにちは、豊さん。なんか今度は深刻か。今度いやかなり深刻です。はい。中日がただいま6位最下位なんですけれども、打率2割1分距離。まあ打率は、まあ、そこそこ言われたこと。ヤクルトよりいいじゃん。ヤクルトはいいんですよ。そうなんですよ。177よりいいんですけど、防御率 3.27。まあこれ DeNA よりかはいいんですよ。えよりかはいいんです、うん、DeNA の防御率 3.57 なのでそこよりかはいいんですけど、やはり最下位。そしてここに来て怪我人、大野雄大投手が、まあ、クリーニング手術、うん、ということで。ここに来てクリーニングするかね。始まったばっかだったんですけど、頼むよっていう。そうなんです。そして頼むよといえば、外国人選手がとうとうある日のスタメン、ビシエド選手しかいなくなっちゃったっていう。ビシエドも前見たけど、はい、やっとセンター前に抜けていった詰まったゴロのヒットを打ってたけどさ、はい、唯一のホームランは、まあ、リューク選手のホームランということで、いやちょっと厳しい。まあ、これ俺中に入ってないからなかなかわからないけどさ、はい、ある横浜スタジアムでの試合でね、はい、うん、九谷が4点取られて戸柱を迎えた時に、はい、次ピッチャーなんだよ。そしたらなんか1球目ストライク取るんだよね、はい、あれこれ申告敬遠しないのって、うん、ここで打たれたらまた点差開くぞって、次ピッチャーだしさ、はい、石田だし、うん、これ勝負するんだろうかって、まあ臭いとこ行けって言ってんのかなって。あでもさ、臭いとこ行けるようなピッチャーが4点取られないよ。あの大量失点のあの日ですね。あ、はい、それで打たれたホームラン。ホームラン見てみろみたいなさ。本当一番最悪の結果。いやこれは、はい、立浪はね、可愛い後輩だし、うん、あれだけど、これはやっぱベンチからはっきりした指示出してあげないと、これはかわいそうだぞって、うん、でも木下も木下でさ、フルカウントから、うん、フルカウントになるまでの投球の中で、うん、一番甘いボールにいっちゃったからね、そのホームランなんで、そうですね、めえと思ったの、はい、で、6対0だよ、はい、で、2回、はい、福永がツーベース打ったの、センターオーバーの、うん、で、ノーアウトセカンド、はい、で、木下、うん、あここで1点返したら、まあちょっと分かんないよって、まだね、はい、5点差に詰め寄れば。1球目ショートゴロ打ってランナー進めないんだよ。と思って、はい、いやこれはね、意識とか監督がどう進めようとしてるのか、やっぱ考え方をしっかりミーティングしないと、はい、いやこんなこと分かるだろうって思ってやらしてたんではやっぱできないんだよね、うん、やっぱ木下も迷ったと思うんだよ。6点あるから、これ返しに行ってもいいのかなとか、あタイムリーを打ちに、はい、それとも右に打って進塁を最低でもさせた方がいいのかなっていうのが、はい、なんか中途半端に見えたんだよね。あだそのベンチもどういうふうに考えてるのかが選手に伝わってない、伝わらないし、どう考えていいのっていうのが徹底されてないし、はい、まあ、ベンチからサードコーチャーに、まあ、サインを送るね、はい、そのサインも不徹底だと思う、うん、あれショートゴロを打ったのはどういう意識が。それも初球いい当たりだから、カーン言って、ええー、みたいな。いやいやそんな当たりいらないから、もうそんな打つんだったら引きつけて右だろうって、右にヒット打ちに行けよって。左じゃないですね、やっぱね、うん、勝つためには打つ打球の方向とか、ここではここ、はい、ここではここっていうのはあるよ、はい、桑原なんかは例えば1、3塁でね、はい、ワンアウト1、3塁、福谷っていうのはこうシュートピッチャーなんだよね、まあ、ツーシームを使ってくるからインサイドに投げてくる、でもそれを引っ掛けて打つとゲッツーになったら嫌だと、うん、で外野フライでも1点だと、ゲッツーを取りにくいのはちょっとセカンドの右側に飛んだ4-6-3なんだよね、はい、それはゲッツーを取りにくい、だから右に打ちに行くもんね。だからね、やっぱそれを考えた時に、まあ、技術の差なのか、はい、思考の差なのかっていうのがもう歴然として、もうその試合見る気がなくなったんだよ、まあ、そうなっちゃいますよね、うん、これは絶対勝てないと思った。押したらお前外国人3人クリーンアップ並んでるけど、くる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 打ったとしたら詰まってさ、なんかブヨヨヨンみたいな。そうですね、もうこれじゃいかんだろうみたいな。そうなんですよ、うん、だ結局外国人も取ってきた新外国人もスタメンからいなくなってしまった日もありましたし、まあただ月がないよな、月がない、うん、田中よし開幕スタメン行こうと思ってたら、
そうです、ね、脱臼して肩の手術、はい、怪我ですね。ね、よし、それだったらもうピッチャーで頑張るぞみたいなやつはロドリゲス、もう言えなくなってロドリゲス亡命亡命かみたいな、はい、帰ってこないみたいな、帰ってこない、うん、で、まあ、しょうがないやんみたいな、そしたら大野がクリーニング手術、高橋周平腰の張りみたいな、はい、いやもうどうしたらいいんだよ、そしたらもうなあ、はい、柳お前一人で頑張れって柳が勝てない、そうなんですよ、うん、誰に任せば、そしたら、はい、大野が抜けた後誰がローテーションだみたいな、はい、この前投げた福谷がまた先発って、そうです、なんか何日間何日なんだよってそうなんですよ、もうね開幕してまだ10試合目ぐらいで、そうです、それでこの状態だったらもう1年間つらいぞ、つらいですね、あの本当に、まあ、選手を出して、まあ、若返りだったり新外国人にとって、うん、とにかく今年からよしっていう選手たちが多い中、本当あの去年までスタメン張ってバリバリやってたっては大島選手と、岡林選手、まあリュークもそうだね、まあ、途中からリューク選手だったりなんですけど、うん、まあ、木下とな、あそうですね、木下選手も、ただその大島選手が一人頑張っている状態という、なんか、まあ、彼はね2000本っていう目標があるから、はい、うん、コツ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 やってるけど、ね、なんかそのコツコツやってるのが痛いよね、なんか痛々しいよな、はい、だお前しかいないよみたいな打てるのはみたいな、そうなんですよ、岡林選手もちょっとまだ打率上がってこないんですよね、2年目のジンクスというかさ、はい、まあ、マークが厳しくなったらね、はい、まあ、こうなるし、はい、あと、まあ、高橋周平選手も今現在2割台前半に17、まあ、石川がねファームでいいみたいなんだけど、うん、はい、これをいつ上げてくるかだよね、そうですね、時期が早ければいいんでしょうけど、でも石川一人で、ね、どうかなる問題ではないけどさ、はい、ただね俺立浪がオフにすごく動いたっていうのは、はい、間違いではないと思うんだよ、やっぱチームを変えていかなきゃいけないし、やっぱ足っていうことにあの目をつけてね、はい、強いチームっていうのは走れる選手もたくさんいたと、うん、まあ、そういう選手も揃えようとしたんだけどもさ、はい、怪我でいなくなる、うん、やっぱなんかついてないよね、ついてないですね、うん、なんかこう、あと取ってきた新外国人選手ってやっぱこういうものですか、どういう視線で取ってきたかだよね、うん、いや本当はねジャイアンツに行くブリンソンを取りたかったみたいなんだけど、はい、まあ、ジャイアンツに取られたと、はい、途中でここから月がないんだよねあ、もうそこから始まってたんですね、それでアキーノに行ったらアキーノがくる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 、はい、回っちゃった、いや外国人まっすぐ速いだろうと思ったらまっすぐに詰まるというさ、そんでスライダーを追っかけるって、うん、いや救いようがないんだよ、そうで、いやまっすぐはさとにかく強くて打つけど、うん、はい、で変化球を追っかけちゃう、まあ、これはしょうがない、ちょっと変化球我慢してみろみたいな、押したらまっすぐ来るからってまっすぐ来たらガン打った、はい、これ期待できないの、スライダーを追っかけるわ、フォークは振るわ、はい、ね、まっすぐ来たら詰まるわみたいな、もうそうですね、いやもうこれはやっぱもう一からちょっとやり直した、打てない選手では俺はないと思うんだよ、はい、だけどやっぱり日本の野球っていうのはまた違うしね、うん、文化が、はい、長打があるバッターっていうのはもう変化球付け、はい、もうまっすぐ強いのは分かってるから、まっすぐ見せ球、高め使われてそれ振るから、はい、全部詰まる、うん、全部我慢で、もうとにかく黙って立ってるとそれでいい、押したら4回あったら2回ホールで出るわみたいな、うん、そうです、もう打つ気だけは見せるよみたいな、ね、そうですね、うわー、鬼のような形相で立ってみろって4打席に2つは出ていく、そうですね、いやいや本当によ、失礼できますよね、本当にそこから変えていかないと本当にちょっとそうですよね、うん、いやでもこれは辛いな、今いるメンバーでこれちょっと戦わなきゃいけないで、リューク選手も今1割3分3厘、あの、まあ、ムラがちょっとあったりとかもあるので、そうだね、でプライド健太選手も出たスタメンで出たかなと思うとでもね、俺思うけど、はい、もうこうなってしまったら、はい、まあこうなってしまったらまだね、まあ、タガが、はい、でも勝てる光が見えない、でも控えを見せるのはやっぱ若手を使うことだよ、はい、おー、はい、ブライト・ケンタとかさ、はい、ああいう若手をどんどん使ってね、うん、来年に備えるという、あ、もう来年見据えてっていう、いやこれはやっぱりね雰囲気的に優勝っていうのは A クラスっていうのもちょっと厳しいよね、雰囲気を見てるだけで、はい、選手もどっちを向いてどう考えて野球をやっていいのかっていうのが失いかけてるような感じがするんだよね、見てると、うん、立浪監督がやりたいことを本当にこう選手に伝えて、
まあ、コーチでもいいよ伝えて、やっぱりやらせないとやっぱ野球ができない状態じゃないのかなと思う。そうですよね、うん、いくらその、まあ、中日ってもともとチームカラーがそのピッチャーが抑えて少ないこう得点でピッチャーが勝つっていうチームですけど、 その得点するにも得点 その内容だったりとか打席全く誰が打ってくれるのかって分からないよね、うん、頼りになるバッターがいないんだもん、はい、そうですね、今核となる、それだったらもう本当に若手に切り替えるというかね、はい、でも若手もそんなにないんだよね。そうなんですよね、若手すぎてそうなんです、いや、いいんだよ、若手すぎてもいいですか、うん、でも、はい、泣きたくなると思ういや、もう立浪さん泣きたくなってるでしょうね、立浪さんも、いや、もうね、腹の中に逃げくり返ってると思うもうなんでやねんみたいな、あとなんか自分へのイライラっていうところもあるかもしれない、自分のイライラもあるし、うん、やっぱり野球が雑だしさ、うん、立浪の野球って雑じゃないからねやっぱこうきっちりしてるから、はい、だからそこら辺についてこれない選手たちのもどかしさ、はい、まあいろいろあるけどな、ね、あとそのやっぱピッチャーも心配ですよね、抑えて勝つチームなの、ピッチャーも心配だよな、どうしたらいいですか、いやたださ、小笠原が開幕投げて、はい、横浜で先発予定が雨で流れたんだよ、うん、そっから使わないんだよ、うんうん、それなぜか分かる、多分ジャイアンツ戦に持っていきたいんだよ、いやいや勝てるピッチャーどんどん使っていけよみたいな、で2人が、はい、ねこの1週間で2回先発なんかないだろう、6点取られてるピッチャーだぞお前、あの中2日か3日、それもローテーションの6番目の、大体6番目ぐらいのピッチャーだから、そうなんですよ、それをやっぱり2回先発させる、まあこれちょっと出るかきつと出るかわからないけど、はい、やっぱそういうやり方したらシーズン持たないしな、そうですよね、うん、いやだからあの WBC の あの走行強化試合でいい試合で勝ったじゃないですか、中日ピッチャーたちがピシャッと抑えてどんどん点が取れて、もうそこで今年の中日はこれかっていうふうにファンもみんな思ったと思うんですよね。俺はそうは思わなかった、あ、そうだったんです、ね、あ、よかったなと思って、心が、野手の心が動いて小笠原に対して、あ、ただ小笠原をここまで引っ張る理由っていうのが、うん、ロドリゲスが影響してるのか、はい、これじゃやっぱシーズンきついなと思ったよね。そうですね、うん、でもあそこでは小笠原に勝たしてやっとくっていうのが、うん、まあ、最大の試合のテーマだったと思うんだけど、うん、それができなかった、まあ、心が動いた野手、うん、これが救ってくれたけども、うん、長続きができる戦いをしないとな、うん、そうですね、うん、みんな考えるんだよ、うん、中日どうしたらいいですかっていろんな人がいろんな人に聞いてるんだけど、うん、って答えてないもんね。それぐらい重症ってことですか、ね、いや、ないないない、うん、打順の入れ替えをしたらって、いや入れ替えるも何もないでしょみたいな、もう入れ替える入れ替えられないでしょみたいな、そうなんですよ、だからもう若手を思い切ってやった方がいいよね、うんうん、そこにシフトチェンジした方がいいですかね、うん、あの同じ最下位でも日本ハムって光が見えるんだよ、希望が見えるんだよ、はい、なぜかというと若い清宮、野村、万波、今これがクリーンアップ組んでるけど、はい、ここら辺がなんか将来的にはすごい選手になるぞみたいな、はい、これ面白いぞって、うん、子供の成長を見るようにファンは見とこうみたいな、うんうん、ドラゴンズはなんかさ外国人が3人クリーンアップ打っててこぞって打たないしさ、ビシエドも上がってこないし、なかなか、ただじゃあ若手を使うとなっても、まあ大島選手は今打ってるのでそこは変えなくていいわけですよね、うん、で岡林選手も、まあ、使い続けてもちろんいい選手、まあ、細川選手、 DeNA から来た細川選手、高橋周平選手、木下選手、まあ、この辺りってことになってきますか、リューク選手も若い、福永選手ももちろん若い、いやだから俺はホームランにね特化した選手を、昨日なんかホームラン打てるとか、うん、ね、いろいろ連れてきてるけども、はい、まあ、例えば西武が連れてきてるような2人の外国人、はい、うん、いますね、たまにホームラン打つけども、うん、セーフティーバントもやっちゃうよみたいな、ああいう外国人を連れてくれいいんだよもうね、ホームラン捨てた方がいいって思う、もう一発にかける夢はそれは捨てた方がいいってことですね、もうね、5、60本でいいよホームランは年間、うんうん、はい、それも他の球場で打つような、はい、だけど足で引っかけ回すみたいな、うん、まあ、言えば1番磯畑、2番並木、うん、3番周東、はい、4番和田みたいな、うん、もう出したら知らねえぞみたいなやつらを揃えた方がいいよ、
バンテリンっていう特性もありますし、そう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 ですね。だから秋広にはホームラン期待してるけどさ、うん、まず飛んでいかないから。そうなんですよ、くるくるバーって、うん、そうそうそう、そこですね、うん、もうちょっとシフトチェンジして新しい中日っていうのを見据えて。そうだね、うん、まあまあもうこの開幕ね、まだ1ヶ月も経ってないうちから話すような内容じゃないけどね、はい、だけどもう一度やっぱ人間がやることだから、働く空気、うん、働く環境、そういうものをやっぱ明るくした方がいい、うん、で明るくするにはやっぱどういう野球をやりたいかっていうのをもう一度再確認した方がいい、はい、それでこうやったら勝てるという勝算を持って戦わないと、打てないから勝てない、ピッチャーが打たれたから負ける、うん、これではもう何の成長もチームにはないし、はい、そしたらミーティングで絞り出して、例えばこのチームとやるときはこういう勝算を持って戦うと、ここは絶対こうだからっていう、うん、もう本当結束だよ、結束したらどんなに打てなくてもヤクルトみたいに勝てるって。そうです、ヤクルトはすごい。一回あの1・3塁で、はい、巨人戦か1・3塁でバントしたんだよ、サード側に岡本が取って投げた瞬間に関根がホームインだよ。あ、ありました ね、はい、同じシチュエーションだったんだけど、関根がサードランナーで、はい、でピッチャーの浜口がサードに取らせたんだよ、はい、おっさらもうね、あの守備隊形を考えてたな、うん、とにかく村上が取って一回振り向いてサードランナーを目で押さえて投げたんだよ、はい、おっさら山田がセカンドから一塁ベースカバーじゃなくて飛んできてるんだよ、うん、サードに。ああこういう守備体系を取ってきたかと思って、徹底されてますね。でも山田は間に合わないけどね、走ってきても、うん、はい、でも走ってきてる姿を見ると、うん、サードランナー嫌だから、うん、あのチャージかけられますよね。そうそう、だからそこまでやってる。これってまあミーティングですよね。そうやっぱね、これがやっぱ強いチームの思考だよ、はい、一つのプレーね、1点をどうやって防ぐかっていうことをやってんだよ。だからやっぱ中日もやっぱそういうことはできるわけだから、もうプロの選手だしね、はい、だからそういう勝算を持つ、ミスを防ぐ、うん、ね、そういった野球をもう一度徹底した方がいい。やっぱね、分からせないと選手に、うん、伝えないとダメだ。特にやっぱり若手の選手が多かったりとかする中なので、そう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 、うん、余計にそうですね。そうだね、うん、まあまあでも始まったばっかりだし、はい、まあ、外国人も打てない打てないどうのこうのって言ったけども、はい、でも信じるしかないよ。やっぱ信じてやらないとやっぱ打てないよ、うん、今はいいから慣れろ慣れろって、日本の野球に慣れて、うん、ね、頑張れ頑張れって応援するしかないわけだから。そうですね、取ってきた以上そうですよね。そうだから、その取ってきた責任もあるし、それは信じてやるということだよ。そうですね、まだね、開幕して本当に間もない中ですけれども、ここからじゃあ中日がファンの皆さんにどういう野球を見せてくれるのかっていうのをちょっと注目して見守っていきたいですね、はい、ねえ、はい、本当な、頑張れ、はい。